ばあちゃんのいとこがやってた駄菓子屋さんやったんですけど、駄菓子屋って言ってもなんか飲み物とかあと牛乳とか日用で使うものを扱ってたお店だったらしくって、集まる人も子供たちだけじゃなくておじいちゃんおばあちゃんとか本当に近所の人が集まって話すような憩いの場みたいなところだったらしいです。気軽に対話ができる場所が意外とないなと思って、移住でこっちに来た方と地元の方とか子供と大人とかおじいちゃんと孫みたいなくらいの関係性の話せる場所がなかなか北条も含めて他の町にもないと思ったので、ないなら作ろうと思って、はい、やりました。今まで北九州でゲストハウスの店長として働いていた時に、いずれは地元の北条でゲストハウス開きたいなと思って、したいなしたいなって言ってたんですけど、ちょうどここの建物がもともと親戚の駄菓子屋さんをやってたお家だったので、そこが空き物件になるっていうので、誰か使い手がおらんかなって言われているところに私が手を挙げて、あ、こんないいところでゲストハウスできるかもしれないと思って戻ってきたのがきっかけです。廊下寒いんですけど、ここが共有スペースって感じです。でこっちが客室です。もう見ての通りというか何もないですよ。何もないというか、他の町とか観光地と比べて魅力的なものっていうと、やっぱり自然とかあと人と人との付き合いっていうのが逆に面白いなって思っていただけるんじゃないかなと思ってます。何もないからこその必要なものだけが身近に揃ってるっていうシンプルな暮らしができるんじゃないかなと。こっちがアルコール、こっちがソフトドリンクです。姫のものもあるし、知り合いの長野の農園さんから買ったリンゴジュースとか、子どもたちとか学生さんにも来てもらえたらなと思ってて、なんかそういう子たちにも一個アプローチとして、ここが宿っていうのも想定して宿泊も兼ねたプランというかっていう風になると、まずやっぱりこの辺のご飯を味わってもらいたいですね。近くに飲み屋さんとか、あとお酒じゃなくても、他にご飯屋さん定食屋さんもあるので、そこでゆっくり地元の人と話しながらご飯食べてもらって、で近くに釣りができたりとか、あと泳げるところもあるので夏はすごいいいと思います。鹿島だったり、あと土手打ちの海岸もすごい綺麗なので、泳いでたら日が沈んで夕日を見ながら帰ってくるとか、本当に地元が北条なので自分の見たものしかわからないですよね、正直。でもその中でも本当にいいものとか、これは伝えたいなっていうものを私の伝えたい角度で表現し続けていけたらいいなと思います。地元の方って結構適当だったりなあなあだったり、あんまりルールっていうものがなさそうに見えてたんですけど、意外と話してみるとそこはなんかルールがあってこそのみんな自由にやってるっていう感じがします。ルールって言ってもその文章になってるものではなくって、なんかちょっとしたこうしてくれたらありがとうとか、先に挨拶するとか、はい、なんかそんなのがその誰がなんか言わないといけないとかそういう雰囲気じゃなくって、みんなゆるくコミュニケーションの一環として声かけ合っていってるっていうのが、そこをなんか真面目にちゃんと守ってるみたいなのが愛媛らしさなのかな、この町が続いてる証拠なんかなと思います。私はまだまだ、お店を始めて間もなくて、なんかちゃんと毎日開けてるっていう風にはまだできてないんですけど、やっぱりなんかいいものを北条だったりあと全国各地のいいものといい人が引き合う場所っていうのは、ずっと
真面目にやっていってる人、コツコツいつも続けている人にしか、店を開け続けてこそ分かるものだと思うので、まずは続けていくこと、一回でも多くの人に刺さってもらうようなものを作り続けたり発信し続けていくことが、大事なんじゃないかなと思います。